ましょう。一回じゃあこっちに。ねえ、星野。なんか俺らさ、バーチャファイターのさ、進化系をどんどん見てってんの。2とコラボしたんでしょ。これ、だいたい実質第3作でしょ。バトれんのか、じゃあ。あれ、なんか、スマブラみたいな。ファイターズメガミックスはバトルができる。クマちゃんで、なんだよ、クマちゃん、ランダムにしちゃう。クマちゃんで、例えばクマちゃんで栄光なる勝利を掴んでやるぜ。もうなめんなけど、パンダちゃんやんけ、クマちゃんちゃんやんけ。強い。サンドバッグだぞ、それじゃあ。ただのやべ、使いにくい、超使いにくい。お前何て戦わされてんだよ、カンカン。この戦いづらい、当たりはんけ、強い。パンダちゃん強い。違う、なんか普通なのに怖いやつ、いや、じゃあ俺はこのやべえやつ、やべえやつ対決を。なんだ、俺はなんだ、なんか招きみたいになってるね。あ、クマちゃん、あ、パンダちゃんやん。お前もうダメになっぱなマネキン君。なんでこのちょうどこれ、いや、クソゲーやってるかあんまない。パンダちゃん強えな、マジパンダちゃん性能が意味わかんねえ。ほら、いや、嘘でしょ、パンダちゃん強すぎじゃね。パンダちゃんが強えよ。なんかリーチとさ、威力さ、両方やべえんだけど、こいつ。ほら、ほら、ほら、やべえ、やべえ、やべえ。これ半分気づいたらいい方だよ、パンダちゃん相手。圧倒的な戦力差があるわ。ほら、違う。ほら、パンダちゃん、パンダちゃんやる。あ、それいいね。片方クマちゃんなんじゃねえ、さすがに。パンダちゃん使用禁止キャラにされるバトルするとき。どっちがパンダちゃん、どっちがクマちゃんか、それとも両方パンダちゃんになるか。それわかんない。両方クマちゃんになりますよ。確かに。今まだ一回もクマちゃん出てきてないからね。お、パンダちゃんだ、クマちゃんだ、お、パンダちゃんだ。ほら、あ、でも、いや、クマちゃんの方が片方行きが。なんだこの、ゆるキャラ対戦。やべ。やべ、追いやられた、これ壁際追いやられたらダメだ。女性はパンダよ。クマちゃんの敵ではない。黙らされたいって。パンダを舐めるな。パンダ舐めんな、お前。パンダ舐めんな、お前。やばいよ。お前、クマちゃん舐めんなよ。パンダ舐めんな、お前。パンダ舐めんな。な、浮いて。蹴るぞ、この野郎は。やばい。ほら。ため技来た、ため技。ジュインツ。ちょっとダメ技見てえな。あんなボムやっちゃ。おい、クマアッパーが来たぞ。ダメんなお前。
神経して。なんでこのゲーム。終わりだな。やばいやん。これ面白いってあれだな。絡まる。大丈夫。行こうか。次。話せなくていいよ。D の食堂。これは何ゲーだろう。一回ね、覗くだけ覗いて、ちょっとなんか長そうなゲームやってパスしよう。そうだな。そもそも触れない？スタートボタンとか。対応してないそもそも。てか俺このゲーム何 ？3DOER か。動かない。これさ今思うとさ、これ絶対今の子とか知らないし、俺もゲーム機対戦で知ったもん。3DOER なんてパナソが出したやつ。パナソニック出したんだ。うん。動かない。出ないね。俺らが生まれより前のゲーム。1年前。お前知らん。2年前。俺2年前だね。こういう言い方するとさ、すげえあれだよね。どっちかが、あ、これもできないのか。遅く生まれたんじゃないか。遅く。ギリギリ生まれてない。待って、あ、64の時ってギリギリやったんだ俺。2ヶ月前に生まれ。え、巨人ギドシンって第一作ってこんな早かったんだ。これ妹に言う、巨人ギドシンファンだから。あ、そうなの。俺ゲームキューブが初だと思った、巨人ギドシンって。じゃあ俺がフライングしたやつやる。